今回は松屋になります。目的のね限定があったのでこちらに来てみたんですけれども、こちらですね、二郎系のインスパイア、野菜多めニンニク強め、これをね食べに来たんですけれども、なんと2日で売り切れてしまってありませんでした。ということでね、今回は、他の限定を食べます。バターチキンカレー、ペペコンチーノ、ペペコン気になりますけれども、まあバターチキンカレーですかね。これもね実は二郎の次に気になってたメニューになりますので、これいただいてみたいと思います。さあバターチキンカレーです。松屋のゴロチキシリーズの中でも屈指の人気を誇る一品となっております。歴代カレーの メニューの中でもね 1,2 を争う人気らしいですよ。チキンの量が凄まじいですね。生クリームとバターのコク、そしてココナッツミルクで滑らかでクリーミーなルーとなっております。鉄板でジューシーに焼き上げたチキン、これがね大きい上に数も多いので食べ応えがものすごくあります。もちろんご飯との相性は抜群です。大盛りにしてもいいかもしれないですね。大盛り無料じゃないんでちょっとためらいましたけど。辛さはね結構控えめなので、唐辛子で辛さアップしてもいいかもしれません。あ、ちなみにこれ玉ねぎも結構でかいです。それにしてもね肉の食べ応えがかなりありますんでね、人気の理由がわかる気がします。めちゃくちゃ美味しいカレーでした。二郎インスパイア食べるにはちょっと遅すぎましたね。だいたい他の店舗1日か2日で売り切れてたっていうことなので、はい、でも今回は美味しいメニューに出会いました。バターチキンカレー美味しいんでぜひ食べてみてください。今回の動画はここまでです。ありがとうございました。